北極海の新鮮測量図ユーラシア海盆はアメラジアイ海盆とともに北極海の北極海盆がロモノソフ海嶺によって分断された二つの大きな海盆のうちの一つである。北極海盆がフラム海峡を通って拡張したような形に見える。ガッケル海嶺によってさらに南線海盆とアムン線海盆に分けられる。後者は北極海の最新点の一つで 地理学上の北極点はここに位置する。ユーラシア海盆は、グリーンランド、スバルバル諸島、ロモノソフ海レートラプテフ海、カラ海、バレンツ海のシベリア大陸方によって囲まれている。最深点は、5449メートルの深さのリトケ、海淵である。6300万年前の新生代に海底が広がって形成されたと考えられている。 フィジカル・カレクター・スティックス・オブ・ザ・アークティック、プレート・テクター・ニックス、モデル・フォー・ザ・エボリューション・オブ・ザ・アークティック、ジオロジー、ボリューム2、1周8、P377 度、1 0 1 1 3 0 2回0 0 9 1から 7613%281974%292%3C377%3 アップテンフト、 %3E2.0CO%3 バイトにありがとうございます。